さてここからはロシアのプーチン大統領の動向について読み解いていきますプーチン大統領は先週ウクライナ侵攻後初めて西側メディアのインタビューに答えました取材したのはタッカーカールソン氏ですアメリカのフォックスニュースの元看板キャスターでウクライナ支援に慎重なトランプ前大統領に考えが近いと言われていますプーチン大統領インタビューでまずウクライナでの戦争の継続については 本当に戦争をやめたいのなら、アメリカは武器供与をやめる必要がある。そうすれば数週間で終わると話しました。また、停戦協議については、拒否したことはなく準備はできていると明言。その上で、アメリカはロシアと交渉をした方がいい。実効支配しているウクライナ領を割上する協定を結べばいいと述べました。小原さん、このインタビューなんですが、プーチン大統領受けた狙いっていうのはどこにあるんでしょう はい、あのまずタッカ・ー・カルソン氏がトランプ氏の友人であるとか子飼いであると言われる人ですから自分の言いたいことを遮ったり否定したりはしないだろうと、うん、ですからまあそういった自分の正当性の主張の場としてしかも西側のメディアということですから 利用できると考えたのではないいかと思いますただ、この中でも、まあ、戦争を終わらせたいのであればということをわざわざ言っているということは、まあ、ロシア側も実は苦しいんだということですね、うん、苦しくなければこんなことを言う必要はなくて本当にウクライナを全部ロシア化してしまえばいい、うん、あのこのインタビューの中でもロシアは軍事的な目的を達成していないと言っていますししかもこの戦争の継続についての言葉というのは 結局ロシアの思い通りの結果でないと終わらないということは言っているわけですけれど、うんえー、この意図もそうですしさらにはポーランド侵攻の話も、えー、曖昧にして結局明確に否定はしなかったということも考えると、うんえー、プーチン大統領は、まあ、このインタビューの中で自分の言いたいことをしかもアメリカが受け入れているようなイメージで発信できると思ったんだと思います。うんうんうん かなりこうトランプ氏になることを意識しても今からいろんなこのタイミングで始めていると思った方がいいんですかですからあのもしトランプ氏が大統領になって、まあ、純粋に喜べるのはプーチン氏だけなんですね、うんえー、中国、習近平氏は、えー、トランプ氏がオウンゴールして、えー、アメリカの権威がどんどん下がっていくことは万々歳ですけれど、うんうん、ただ、中国がそのものがターゲットにされていますから、うん、あこれは嬉しくないと。うんうん え北朝鮮の金正恩氏にしてもえ同じでえアメリカの権威が下がるのはいいですけれどえさらに在韓米軍引くかもしれないわけですからそれはいいわけですが今の軍事バブルが弾けるかもしれないえウクライナにおける戦争が終わるとロシアはもう困らなくなりますから北朝鮮のことを相手にしてくれなくなるかもしれないですからロシアもトルコに訪問すると言っていたまあ予定だったと。 同時に北朝鮮にも宗派を送る、うん、まあそういうことをやらなければいけないという状況だと思います。うん、広瀬さんいかかがですか、はいまああの 今、まあ、小原さんがおっしゃったことほとんどなんですけれどもアメリカ政治に対するアピールというのもあるのではないかと、うんまあ、アメリカの方でも今ウクライナ支援が、まあ、非常にこう難しい状況になっているということは、うん、やはりアメリカ国民の中にも,、うん、もうウクライナ支援をしたくないと思っている人が増えている状況であるというふうに思いますでそういう人はおそらく、まあ、トランプさんを支持している人も多いと思うわけですけれどもあ<ー>、まあ、トランプさんが、まあまあ、大統領になれば当然ロシアはもう停止をしたいわけで あってあのうまく終わるんだとアメリカさえ、まあ、協力してくれば戦争終わるんだというメッセージをこう出すことによって、まあ、アメリカですとか、まあ、世界の,、まあ、あのこの戦争を早く終わらせたいと思っている人たちにこういいアピールになるというふうに踏んだ可能性があると思いますアメリカ国民全員に響かなくてもある意味こうトランプ氏を支持していたり、まあ、フォックスをよく見るような人たちに響けば。 十分自分たちとしては成功だというのはそういうい判断があるとおそらくそうだと思いますねで、やはりそれを自分たちの口だけで言っても情報戦というふうに見られる可能性が高いわけですけれども、やはり今アメリカの大手メディアがまあそれを発することによって、まあ,ある意味こう正当性を獲得するというような目的が達成できると思いますその今、小原さんがおっしゃったように、プーチン氏自身も結構苦しくって、本音ではもう停戦に持っていきたいんだって、そこについてはいかがですか。 では停戦に持っていきたいと思いますね。ね 国民に対してはこの戦争がいかに成功しているのか、まあ、経済も非常にいいということを言っていますけれども、まあ、経済も今まさにこう戦時経済でして、まあ、軍事にこう6%の GNP をつけてもう軍事中心に回しているんですね。で、まあ、のインフレがひどいのであのなんかこう活況に見えますけれども、まあ、同時にまあ給与も8%ぐらい上げてですねとんとんトントンには見えるんですけれどもしかし実際の国民の生活というのはかなり厳しく例えばこう 卵が買えないので行列ができるであるとか、うん、あの人々の,あの生活のこう不安感みたいなものはむしろ増しているんですね。で、うん、ですののやはりこのようなこう こうや迷い、ま、かしのあの状況というのはいつまでも続くわけではないということはプーチン氏もまあ理解はしていると思いますので、それほど悪くならないうちに終わらせたいというのがもう本音ではないでしょうか。ううそしてはいですねあの来月17日大統領選を迎えるロシアなんですけどプーチン大統領の支持率79.2%と圧勝の勢いなんですね。一方ウクライナ侵攻に反対し支持率が10.4%あるナデジディンナ,ナデジディン元会議員に について、中央選挙管理委員会は、候補者登録に必要な署名に不備があったとして、立候補を認めない決定を下しました。そして ナデジディン氏は不服として最高裁に提訴をしているわけなんですよね広瀬さんこれ反戦派のまあ候補排除されたという見方もあるんですけれども、はい、これどうなんでしょうかもう排除されたと思います、うん、でやはりこのプーチン大統領が圧勝するのはまあ間違いないわけなんですけれどもただ圧勝するだけではまあ気が済まないんですね前回の得票よりもより多い得票を得なければいけないで、前回の得票率が77.53%だったので、うん、まあ今回8 割は確実に取りたいということなんですね。うん、まあその確実に増えていかないと、あのプーチン大統領に対するご支持がより。 多くなったととというこさとらとに今回こ戦争へのまあ賛成ということも問うということになりますのでは8割は確実に欲しいわけです、ね、で、今、プーチン大統領のほかにも3人の体制内野党みたいな候補がいるわけですけれども、まあ、彼らはまあ全くまあ敵としては認識していないわけでむしろ選挙を民主的に見せる一つのこう材料であるわけなんですけれどもこのナデジン氏が仮にまあ立候補した場合、まあ、10%ぐらいは取ってくる可能性がある うん、でそうすると、やはりプーチン大統領の20 80%をまあ脅かしてくる可能性もあるわけですね、でそういうのはこうあらかじめも除去しておくということで、まあ、万全な体制で選挙に臨みたいということだと思いいいますす、うん、小原さんかかがですかはい、あの今、広瀬さんがおっしゃった通りだと思いますが、うんあの、プーチン氏としては、ロシア国内に戦争に反対するという意見があるということ自体は認めたくない、うん、それを表に出したくないということでしょうから。うんうん